皆さんこんにちは、こんばんは。本日はですね、前回ぐらいの動画かな、オイル下がり、オイル上がりしてるんじゃないかっていうので、エンジンがね壊れたんじゃないかっていう話したと思います。ここですね、めっちゃエンジンオイル溜まってないですか。見てください、オイルがね、にじんでるでしょ。めっちゃにじんでるどころじゃないね、吹きつけてるね。ほら、なんかめっちゃ水、何これ。え、気持ち悪い。エアーしかね、このスロットル側に戻んないですけど、見てもらったら分かる通り、エンジンオイルがね、エンジンオイルか分かんないですけど、液体がね、めっちゃ戻っちゃってるんですよね。本来のスロットルこんな感じでね、なんですけど、オイルが戻っちゃってます。オイルが戻ってしまってるんで、Twitter でね、ツイートさせてもらいました。じゃあ、まあ、オイル上がりじゃないかとか、まあ、エンジンブローしてるんじゃないかっていうお声をいただいて、全くそんなこと考えてなかったんですけど、エンジンブローしてる？でもパワー出てるし普通に走るしみたいな感じでね、答えさせてもらったら、なんか 4AG は1気筒死んでも普通に走ると。エンジンブローしたからといってね、前に進まないわけじゃないっていうので、そんな車聞いたことないしとか思いながら、でもなんかオイル上がりっぽい症状だったんで、ずっと疑ってました。で、確かにオイルはね、戻ってるんですよ。戻ってるんですけど、今ね、まあ3、40分乗って、オイルがどんどんね、こう、オイルキャッチタンクに溜まっていってるかって言ったらそうじゃなくて、走る前にこういう感じでね、マーキングしたんですよ。合計1時間以上ね、走って戻ってきたんですけど、全然ね、増減してないんですよ。変わってない。っていうので、あらって思って、でも、増減してないのに、このスロットル側にオイル戻ってんの、おかしいなと思ったんですよ。少なからず、いっぱいドバドバ出てたら、スロットルにもオイル出るし、こっちのね、オイルキャッチタンク側にもね、エンジンオイルね、溜まると思うんですよね。エンジンルーム眺めながらね、ちょっと考えたんですよ。お？みたいな。いや、わかんないですよ。エンジンブロー本当にしてるか、それか、何かしらの原因があってこうなってるかっていうので、現実逃避って感じなんですけど、でもね、ちょっと見つけたかもしれない。まあ、冷える前のガスがこう、オイルキャッチタンクに入りますよね。オイルキャッチタンクの上に入って、まあ、真下ではないんですけど、下側から、このスロットル側にね行ってます。で、ここで思いました。ここでブワーって出て、オイルキャッチタンク内ほぼ下側なんで、直接ね行ってんじゃないかなって思います。だからすぐに冷えて液体になったやつがこの下側なんで、もうキャッチタンクの下に落ちる前にね、このスロットル側のホースに行ってんじゃないのかなって考えに至ってます。今から何をするかというと、この入ってくる配管とこの戻る配管、繋がってるホースを反対にします。入ってくる配管を下側にすれば、まあ重力方向にはね落ちていくとは思われるんで、まだ今よりはね吸いにくくなると思います。で、これは現実逃避の案件で、で、もう一個はね、コンプレッションゲージをねちゃんと買ってます。で、コンプレッションゲージで直接ねエンジン内部のね状態をね確認しようっていうので、そっちも考えてるんで、とりあえずお金をかけずに調べようということで、今からこの配管を反対側にして、このオイルの戻りがねなくなるのかどうかっていうのをね見ていきます。こっち側ね、ここで、今からこっちのインの方をね、オイルキャッチタンクの下側、こっちですね、だからこの部分をこっち側につけるっていうことをしていきます。いやー、やばいね。いきますよ。何これ、ヘドロ、
やばいね。これがエンジンルームに戻ってると思えば壊れてもおかしくないよなって感じです。はい、完成しました。言ってたようにね、配管組み直しました。油をね、含んでるであろう配管をオイルキャッチタンクの下側に取り付けて、オイルを含んでほしくないね配管の方には上だから重力方向に油が落ちるはずなんで、上側だったらね空気だけ吸ってスロットル側に戻ると。なのでオイルがねこっちにね戻りにくいはずです。まあどっちにしろオイルは上がってるんで、まあほんまに壊れてるのかどうかっていう切り分けで今回ねこのような整備をやってみました。オイルキャッチタンクをねつけてる皆さん、まあ一度ね切り分けとしてねやってみてください。最後のご視聴ありがとうございました。